はい、どうもです。こんにちは。ですね、前回やったのがもう8月っていうね、何時かここら辺だったでしょ。どうしよう。ちょっとね、思い出す回っていうか、思い出す回です。鉄の前掛け、ブライからもらったんだな。なるほど。どうしよう。どこ行こう。ちょっとルーラーを増やしたんだな。ちょっと待てよ。コナンベリーと、ちょっと全然覚えてない。コナンベリーってどこ。あそこでしょ。船取ったでしょ。で、ミントスが、そう、ミントス取れたのここら辺だよね、確か。そうそう、キングレーとかこんなんいらないんだよ。なんかミアーニャとミニアの故郷行きたいって言ったんだよね。まあそんなこと言ってないけど、自分の想像ですけど、どっちしよう。こっちしようか。で、ここが、そうそう、ここから。で、ちょっと待ってよ、ミニアマーニャあれしようか。で、さ、まず、なんていうの、あ、ちょっとセーブしとこうぜ。ちょっといろいろあるけどね、まあまあまあ、ゆっくりやっていこう。ここもちょっと探索したいんだけどね。探索後で、うわ、なにこれ、農業の町か、これ。びっくりした。これ王様だよ、これ。ほら、マジか。おい、仕事しろ。おい、仕事しろ。おい、おい、こういうの嫌なんだって、編集しないから。おい、おい、早く早く、おっさん、もうあかんな、ダメだこれ。おいおいおい、ちょっと勘弁してくれって。あ、ここか。小屋だよ、だろ。ああ、もうこれ2分経っちゃったよ、これ。ちょっと今日全然進まないと思うよ、覚えてないから。ああ、そうそう、ほんでね、なんか、おい、おっさん、前、音質悪かったと思うけど、もう寿命だと思う。実機の。寿命だよ。よし。これ、売りに、買いに来た、見よっか。ああ、どうせ、あれだよな。売りに来た。あ、歯じゃ、どうしたらいいんだろう。まあまあ、まず、ブライ、鉄の前掛け。あ、歯じゃ、もうあそこ行ったらいいんだよね。なんだ。ちょっと待って。トルネコの、何をしようかというと、トルネコに渡そうと思ったけど、トルネコ持ってた。ブライさん、これで OK か。あ、いやいやいや、馬の本とは思ってても意味ないんだよ、これも。すぐに、消去するわ。これが2章の分だよな。もうこうするぐらいだったらさ、これさ、勇者ルーラーいらないよな。だってミニアマーニャ仲間になるじゃん。だって3人使えるんだぜ、ルーラー。俺、それはいらないと思う。どこだったっけな、ブランカじゃない、エンドル、エンドルか。エンドルのなんか、宝箱って言ってくる、どこのこと言ってるの、これ。ちょっと今日はね、めんどくさいって。あー、わかった。これでしょ。小さな目立つ、これだ。これ、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 これ。これじゃん。
これ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 が小さなメダルなんだよ。でしょ。いやいやもう5分経ってるじゃん。これもうちゃちゃちゃしないとさ、編集しない分さすぐやらんじゃん。なんで編集やらなかって言ったらさ、こんなんで編集1時間もこんなしょうもない動画でさ1時間2時間もするぐらいだったらさ、でそれでその2時間2時間ゲームしてたいわけ。わかるかな。あ、ちょっと待てよ。まあ変わらないと思うけどな。まあそうだよね。100ボルト単位？じゃあ6。で、え、9万はいけるんだったっけ？あ、変わったやっぱり。やっぱ変わったじゃん。こちら馬の方、馬の方、馬の方。汚い。これでね、なんか馬の方を使ってなんかパテゲーのためをなんね、パテゲーの種をあれをするんだったらいいけどね。なんか育てるとイベントとあるんだったら。ブライの馬の方、銀トラと持っとこか。ちょっと待てよ。ああ、もうなんか早いなこれ。ここら辺まで飛ばしてくれたらいいよ。小さなメダル2個でしょ。4つ一応あれがで、闇のランプの下に行けるんだよね確か。あ、これ先の話で火薬の壺。あー、そっか。あれ、あ、小さなメダル4つね。4つ、うん。そのもう力足りないとどうでもいいんだけどね。結局力種とか使ったら、そのレベル上げの時の上限があって、でそれが引っかかるからさ、使わない方がいいんだよ。前にはドービングしすぎて、そう、引っかかったでしょ上限に。俺これハジャの剣さ、アジの剣をトルネコっていうのはちょっと違うと思うけどな。確か奇跡の剣もトルネコを装備できるんだよね確か。だからクリフトも装備できるんだよ。だから3つ欲しいんだよな。3つ欲しいっていうか3つ取るやつがいるんだよ。俺は1個でいいと思うけどな。どうしよう、預けとこうか。いやもういいや、小遣いに持っとけばいい。ああ、これでお金持ちか。そうだよな、普通1万とかないからな。で次どうするんだっけ。次はソレッタがあの城でしょ。ミントスかなんだったっけ。ああ、そうそう、ミントス、ミントス。まず、まあ、めんどくさいなあ。ここの左側でしょ。ここも昔取ったよ。イエーイ。で、家杯だよね、確か。海に暮らせる老人とわしのことかじゃと。家。ほう、よく分かったな。わしは海だけじゃなく、世界のことに詳しいんじゃ。そんなんだ、そうでしょ。Thank you.
なんでこんなに骨があるの？はい。これは何でもいいらしいよ。あ、意味わからん。そうそう。地図使ってみようか。ああ、先生、俺こういうの気になるんだよな。俺ね、この覇者と鉄の前掛けだ。まあまあ別に、それでももうレベル上がってるからな。ちょっと使ってみようか。これメモリーを、全部読み出してるんだって。ほう、これなんだ。ああ、今ここにいるんだ。あ、4条は、え？違うな。あー、でもここになってるんだ。下のあれ、魔城の城でしょ、あれ確か。ここは全員話したかな？話してないな、こっから話するか。よし、こっから話しよう。俺なんか飛び飛びで、あれ？ちょっと待ってね。宿泊まって。そうそうそう、これ確か飛ばしたでしょ？ここやってないんじゃないの？そう、なんか飛ばしって好きじゃないんだよ、俺。で、まあまあまあ、もう別に泊まる必要ないじゃん。ちょっと待ってよ。エンドールで、ああ、ここは天井ぶつけるんだ。行けるとこは行けるの。確かね、天井にドア頭ぶつけたっていう、それ4からだったと思うよ。3なかったと思う。常識的におかしいだろうっていうのなんか言われたんだろうな。だってそうじゃん、なんだったかな、ドラえもんだってさ、靴脱がないから汚いっていうさ、あれが殺到してさ、でちょっとだけ浮いてるっていう設定にしたわけでしょ、都合よく。だからいろいろあるんだよな、常識と離れてるからね。遊びに来た。お金じゃない、今日はちょっとね、もう街の聞き込みで終わると思います。やっぱこういうのもね、まあ、宝くじはいいだろう、銀のタロットもちょっと面白いから遊んでみたいしな。なんで星色つけないのってさ、思う人いるかわかんないけど、あれは何人なんていうのかな、上がるときにその上限がね、だから素早さ上がらなくなるんだよね。あら違う、入れ替えじゃない、あ、入れ替えか。どうしようかな、もう取り残入れるか。ちょっと待って、俺取り残使いたいんだよ、取り残をさ。わかる、どんなコマンドがあるかっていう。俺このためにやってたからね。じゃあ早く敵出てこいよ、早く早く。あ、敵出てこないの。ああ、そうか、強すぎるんだ。
おかしいと思った。命令させるでしょ。防御、防御、防御。あっ、これで盗むがあったらなー。そうか、3つなんだって。で、追加攻撃みたいな感じでランダムで盗むわけですよ、らしいっす。あ、今不思議な踊りになったよね。あ、そっかそっか、あの、なんていうか、そういう3つのコマンドがあって、で、ランダムで変わるんだ。あの、なんてこう、突っこけたとか、なんかあの、なんか変なものを呼び寄せたとか。あー、これで盗むがあったらね、まあ、それ結局それをあの、したかったん、試したかったっていう。へえー、だから結局それを試したかったんだよ俺は。まあまあ普通な。そうそう、こういうのも聞いとかないとね、なんか何やってるか分かんなくなるんだよ、だから。ああ、そう、ここら、あ、ここで歯が、ここでも歯車出てきちゃうんだ。ここで歯車は出てきちゃうんだね。正義のそろばんあったけどさ、そう、もう歯車持ってるから意味なかったんだよな。だから飛ばしたんだ、取るの、こう。なんかこれ欲しいな。鋼の夜やるよ。ちょちょ、勇者は、ああ、鉄の鎧か。あ、まあ、でも鋼の夜勝ったら金あるんだよ。あー、ね、勝ったら、あ、いや、でも次まだ出てくるかもわかんない。だってもう次の道、街行ってるわけじゃん。どうしようかな。さっき多分行ったところはエンドールの、あそこの隠してるところは小さなメダルだよな。だってあれ全然、お、どうした。えらいね。ドラクエがおかしいんだよな、人のなんかあれをさ、人の家のタンスあれするとかって。ウルティマだったらこれ守衛が来るからね。そういえばウルティマも消されてたよな、ニコ動で。もうニコ動にアップすることないけど。これでだから地図出すよってやつか。もう19分で早っ。
ダメだな、人の話聞いてたら。なんかこれでもはしゃってもな、こういうとこなんだろう、動画で見たいっていう人もいるかもわかんないしな。俺なんか知らないけど、めんどくさい時はもう全部飛ばすけど、ハマっちゃったらね、全部聞きたくなるんだよな。東だね、はい。どっかで、どっかでなんかいたよね、なんか忘れたけど。ブランカだったかな、ブランカじゃない。どっかで なんか4人組が飛び出していったもんね。あ、確か洞窟アリーナいるんじゃないの。まあダメだ、全然覚えてないわ。なんだこれ、夜になったらなんか来るのか。もうめんどくせえや。多分夜になんかいるんだろう。夜も行ってられねえ。これ終わりだな。はい、この街終わり。わかんないな。これだから最初からやってないとわかんないかな。このキングレオ、ハバリア、アッテムトっていうのはこのミニアマーニャのエリアなんだよね。だからそれってのが一番新しいんだよ。セーブしよっか。もういいか。もういいんだけどな。これやでやででしょ。めっちゃ話しとこうか。いいえ。なんだこれ、農業の町だよな。新しいなら、キザったらしい、ちょっとよくわかんない。王様だ。あ、まあでもなんだろうな、都合のいい話だよな。なるほどね。あ、大根みたいな感じになるっていうことか。そう、大根とかも要するに根っこだからね。あー、ミントすごい。あの女の子じゃないの。あ、どこまで話したか忘れた。お、違うよね、話しないな。え、あ、びっくりした。そんなこともするんや。ちょっと俺ドキッとしたよ。あー、こいつほんと。
何売ってんだっけ。てかもうやめないとね、ちょっと時間長いでしょ。ちょっとやめる、ここでやめる。すぐに次やるわ。もう大体これぐらいになると思ったんだよ。っていうかセーブしなくてもいいんじゃね。はい、それじゃあ、また来週。ごきげんよう。